日本のプロレスファンの皆様こんばんは。全日本プロレスの海外遠征隊ジャイアント馬場ジャンボ鶴田天竜の一行は非常にコンディションもよく元気でアメリカジョージア州のアトランタに乗り込んでまいりました。海外特別試合の第2弾はこのアメリカのプロレス界の南部の中心地でありますアメリカジョージア州アトランタにあります、ご覧の素晴らしい会場、そして新しい会場のアトランタオムニからお伝えしてまいりたいと思います。なお今夜の試合開始は午後の8時でありますけれども、あと30分後に第1試合が開始されますが、お客さんは続々とこのアトランタオムニに駆けつけています。風とともに去りるの主人公スカーレット・オハラが声なく愛しました。アメリカ南部ジョージア州アトランタ、そのアトランタの中心にありますアトランタオムルにいよいよ日本のジャンボ鶴田天竜が登場してまいりまして、ザ・ストンパーリック・ハリスとの世界タッグチームトーナメント1回戦でございます。まず相手のザ・ストンパーが紹介されました。第10回のチャンピオンカーニバルにも出場いたしますモンゴリアン・ストンパーです。From Japan, Mr. Tenaru and Jumbo Tsuruta. 日本のジャンボ鶴田です。 UN ヘビー級選手権試合は1週間後のノースカロライナシャーロットで行われます。そしてパートナーの天竜、そしてザ・ストンパーのパートナーはリック・ハリスであります。まず20分の一本勝負、全米からジョージア州のアトランタ・オムニに集合いたしましたトップレスラー10チームによります世界タッグチームトーナメント、日本代表のジャンボ鶴田天竜組が今リング上でございます。さあ試合が始まりました。全日本プロレスのホープ、まず天竜が、リングに登場してまいりまして、この熱狂的なアトランタファンの声援に送られましてリングに登場しておりますが、この天竜にとりましてはこのアトランタオムニのリング上はアメリカにやってきたというよりもアメリカのこのアトランタに帰ってきたというような表現がぴったりとあります。およそ10ヶ月にわたりましてこのジョージアサーキットで修行いたしました。そしてこのアトランタのプロレスマーケットを牛耳っております NWA 財務理事のジム・バーネットさんに非常に可愛がられまして、アトランタを中心に修行しておりましたが、その天竜からジャンボ鶴田へ今タッチが行われました。なおジャンボ鶴田天竜は海外特別試合の第1弾のフロリダセントピータースバーグベイフロントセンターアリーナであのハンセンブロディ組と対決いたしました。先週ご覧いただきましたようになんとか一矢報いたいというようなこのジャンボ鶴田天竜組でありましたけれども、全くこのハンセンブロディ組に歯が立ちませんで、天竜選手は三度ハンセンのウエスタンラリアットに屈したわけでございます。これがその天竜です。そしてリング上はジャンボ鶴田、いよいよジャンボ鶴田選手はこの後海外特別試合の第3弾でお送りいたしますノースカロライナ州シャーロッテのシャーロッテコロシアムで元世界ヘビー級 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのトミー・リッチの挑戦を受けます UN 選手権が待っているだけに、日本のファンの皆様どうぞ一つジャンボ鶴田の仕上がり具合をとっくりとご覧いただきたいと思います。先週の放送でお送りしたセントピータースバーグの試合を終わった後、フロリダのタンパ、それからオキチョビー、あるいはまたオークランド、ジャクソンビル、こういった大きな試合会場に修行に出かけました。試合に出かけましたジャンボ鶴田天竜であります。仕上げは上々でありますが、しかしこのアトランタはまたしても冬に逆戻りたいといったところでコンディションの調整は果たしてどうでしょうか。しかし控え室であった限りは非常に元気そうでしたジャンボ鶴田であります。なおこのジャンボ鶴田はフロリダサーキットの最後の試合ジャクソンビルでジャック・ブリスコ、それからジェリー・ブリスコのブリスケ兄弟の持ちますノースアメリカンタッグに挑戦いたしまして、ベルトを増やして帰国しようという腹積もりだったんでありますが、一方的な試合の流れでしたけれども、結局ホームタウンディシジョンで反則負け、タイトルの奪取はなりません。そのジャンボ鶴田が思い切ってジャンピングニーパッドをザ・ストンパーのパートナーリック・ハリスの顎の先端に打ち付けました。ザ・ストンパーの表情もかなり険しくなってまいりました。今リング上はリック・ハリスであります。20分の一本勝負、参加全米から集まりました参加10選手によって争われております世界タッグチームトーナメント、なんとか1回戦は勝ち上がってもらいたいというような感じがいたします。エプロンにおりましたのがザ・ストンパー、険しい表情です。さあジャンボ鶴田とフレッシュコンギコンビ天竜が思い切ってダブルチョップを見舞いました。そしてこのアトランタオムニはホームグラウンド、天竜の暴れっぷりを一つご覧いただきたいと思います。1978年と1980年にかけまして約10ヶ月間このアトランタを中心にするジョージアサーキットで非常に
苦行を積みましたこの天竜です。さあ相手チームザ・ストンパーがここで登場してまいりまして、天竜を軽々と場外を送り出しました。このザ・ストンパーはモンゴリアン・ストンパーというのが本当のリングネームでありますが、ジョージアではザ・ストンパーという名前で登場しております。第10回のチャンピオンカーニバルにもやってまいりますので、一つごゆっくりとご覧いただきたいと思います。なかなか力強い攻撃をします。そしてあだ名が踏みつけ野郎というんですが、その踏みつけ野郎の異名通りストンピングを見舞いました。黒い革のブーツには何やら鉛が仕掛けられているというような噂も入っております。ザ・ストンパーの踏みつけ攻撃ストンピング、天竜たちたち、さあ今度は天竜に両方の手を合わせました。ザ・ストンパー大暴れであります。参加10チームによります世界タッグチームトーナメント、現在リング上では1回戦が行われておりますが、ザ・ストンパーが激しい動きを見せました。天竜がどこで突破口を開きますか。ザ・ストンパーからリック・ハリスにつながりまして、リック・ハリスはまだまだ新鋭の選手でありますが、ニードロップを敢行。さあ立ち上がれ天竜、立ち上がれ。このアトランタにやってきました。この天竜は直ちに控え室に入りましたけれども、このアトランタファンからまず電話をいただきまして、直ちにそのアトランタのファンと一緒に食事をしました。天竜です。さあなんとかいいところを見せてもらいたいというような気がいたします。天竜です。しかしコーナーマットに額を打ち付けられております天竜。相手はリック・ハリス。さあコーナーに連れ戻されました。さあリック・ハリスからザ・ストンパーに再び渡りました。激しいストンピング攻撃、踏みつけ野郎のザ・ストンパー。そして放送席の目前、天竜の額がちょっと赤くなってまいりました。なかなかジャンボ鶴田へのつなぎがちょっと遅いようであります。かなりダメージを受けております。天竜ちょっと顔面が 青白くなってまいりました。かなり大きなダメージだ。さあ2人がかりね、2人がかりで、ザ・ストンパーとリック・ハリス、強烈なダブルキック、顎の先端、溝内のあたりを蹴り上げました。ここでたまらずジャンボ鶴田が登場、ジャンボ鶴田が登場。さあ行きます、鶴田が登場。ゴーゴータル声援、アトランタオムにドラップキック当たった、いい角度で当たった、そのまま覆いかぶさって、さあ1回戦をものにするか。カウント2、リック・ハリスカウント2で跳ね返しました。今度はコブラツイスト攻撃、コブラツイスト攻撃であります。ジャンボ鶴田であります。なおこのアメリカ南部のプロレスのメッカ、ジョージアサーキットには非常に若手の天使がたくさん集まっていますけれども、ジム・バーネットさんの采配が素晴らしいこともありまして、アメリカマット界を変えていく、まあ、テリトリーと言われております。トミー・リッチですとか、あるいはトニー・アトラス、それからディック・スレーターもジョージア育ち、そういった感じでございます。のジム・バーネットさんに聞いたんですけれども、あのトミー・リッチにはもう一度 NWA の世界ヘビー級のチャンピオンベルトを、取らせたいということを言っていましたが、そのトミー・リッチが来週ノースカロライナ州ではこのジャンボ鶴田の UN に挑戦するんです。なんとしても頑張ってもらいたい。その1週間前の試合、ジョージア州アトランタのアトランタオムニのリング上、彼の舞台ジャンボ鶴田と今度はザ・ストンパーの一騎打ちになりました。おそらくチャンピオンカーニバルでも顔を合わせるでありましょう。ジャンボ鶴田とザ・ストンパー、この辺でストンパーをまずこのアメリカのマットでなんとか叩きつけて第10回チャンピオンカーニバルにつなぎたいジャンボ鶴田ですが、しかし非常にタッチプレーのうまいザ・ストンパーとリック・ハリス、再びリック・ハリスが登場してまいりました。背中からの攻撃を見せておりますリック・ハリス、まあ、勝利としては新鋭のこのリック・ハリスを狙いにした方がいいような感じがいたします。さあリック・ハリスの足が止まった、鶴田がここで一回りました。鶴田が一回りました。ゴーゴータル声援、1万5000人収容のアトランタオムニ、このジョージア州のサーキットでは新しい会場でありますが、さあそのジャンボ鶴田から天竜にタッチが行われました。天竜が行きます、天竜が行きます。さあ思い切って拳を合わせて大きくロープに飛ばして、カウンターのエルボーバット、天竜の激しい攻撃、天竜の攻撃、そして突っ張り突っ張り、天竜チョップがいった。そして体、おっと今度はリック・ハリスがいいタイミングで天竜を捉えて足をゴン、円錐蹴り、円錐蹴り。さあお客さんがびっくりであります。円錐蹴りから万字固め、万字固め、万字固めに入りました。さあここでギブアップを取れば1回戦を勝ち上がる天竜、そしてジャンボ鶴田組でありますが、ザ・ストンパーがここで出てきました。そしてバックからジャーマンスープレックスホールド、ジャーマンスープレックスホールド、一発投げてそのまま思い切ってエビ固めに取りました。早い攻撃でした。ジャンボ鶴田です。ジャンボ鶴田見事に見せました。ジャーマンスープレックスホールドで思い切って背中越しに投げつけまして、7分40秒、最後は片エビで捉えました。ジャンボ鶴田、天竜組が全米からこのジョージア州アトランタのオムリに集合しました。トップレスラー10チームによります世界タッグチームトーナメント1回戦に見事に勝ち上がったわけであります。2回戦あるいは準決勝決勝へとぜひ駒を進めてもらいたい。ジャンボ鶴田天竜組であります。
リングアナウンサーはロン・アレンさんです。ジャンボ鶴田と天竜組が1万人以上のアトランタ市民の前に紹介されました。果たしてこの2回戦を打ち勝ちまして準決勝へと駒を進めることができるでありましょうか。ジャンボ鶴田天竜、鶴田は1回戦で見事にリック・ハリスにジャーマンスープレックスを仕掛けまして、これが成功。結局は片指固めで7分40秒、ザ・ストンパーリック・ハリス組から勝ち上がっております。一方2回戦で対決するロン・フラー、バッド・レロイ・ブラン組は1回戦でザ・スーパースター、スーパーデストロイヤー組に8分38秒、ロン・フラーがスーパーデストロイヤーにローリングクラッチホールドを仕掛けて、これがものの見事に成功、2回戦に立ち上がっております。なお今回全米からジョージア州アトランタに集まったこのトップレスラー10チーム紹介してまいりますと、現在リング上のロン・フラー、バッド・レロイ・ブラウン組、それからドリー・ファンク・ジュニア、テリー・ファンク、バディ・ローズ、リック・オリバー組、ジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコ組、ドンバス、ケビン・サリバン組、スタン・ハンセン、オレイ・アンダーソン組、トミー・ロジャース、ブラッド・アームストロング組、そしてザ・ストンパー、リック・ハリス組、鶴田天竜組、以上の10チームでございます。さあ2回戦に進出いたしましたジャンボ鶴田が非常に大きな選手バッド・レロイ・ブラウンと1対1の対決を迎えております。なんとしてもこの2回戦勝ち上がって準決勝に駒を進めてほしいと思います。なお2回戦のドリー・ファンク・ジュニア、テリー・ファンクのザ・ファンクス対ブリスコ・ブラザーズ、ジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコとの対決は先ほど行われまして、一旦はドリー・ファンク・ジュニアがジャック・ブリスコをエビ固めで抑え込んだんでありますが、後ろからテリー・ファンクがドリーファンクジュニアの体を支えたというアピールがありまして、レフリーはカウントを取らず、結局ジャック・ブリスコがドリーファンクジュニアにローリングクラッチホールドを仕掛けまして逆転勝ち。ジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコ組が準決勝へと駒を進めております。さあリング上です、日本のジャンボ鶴田。何しろジャンボ鶴田は来週の放送ではノースカロライナのシャーロッテコロスタジアムにおきましてトミー・リッチの挑戦を受けます UN 選手権が待っているだけに、今夜のこのアメリカ、アトランタ、ジョージア、アトランタオムニのリング上でもしこのワールドタッグ選手権に優勝ということになりますと、非常にこの UN 選手権気持ちよくジョージアへ、いやノースカロライナへ乗り込むことができます。さあ天竜が出てまいりました。相手はバッド・レロイ・ブラウンであります。非常に大型の選手です。2メートル近い巨体であります。エルボーをドロップ落としました。天竜危うし、天竜危うし。さあ天竜とバッド・レロイ・ブラウンとの対決を迎えております。もちろん2回戦も20分の一本勝負で行われております。なんとしても勝ち上がりたい。今エプロンによります、これがジャンボ鶴田、巨体がバッド・レロイ・ブラウン、バッド・レロイ・ブラウンのパートナーはロン・フラーであります。両選手ともに非常に上背の高い選手であります。上背のある選手であります。地元では大変に人気のありますバッド・レロイ・ブラウンの黒人選手、それからロン・フラー組、なんとしても日本の鶴田天竜は前線して、あわよくばこの2回戦に勝ち上がってもらいたいと思いますが、さあレロイ・ブラウンが思い切ってチョップを出してまいりました。天竜、このアメリカでのホームグラウンド、アトランタのアトランタオムニでいいところを見せたいところであります天竜です。さあ怒った、天竜の厳しい表情が見られます。天竜が怒りの表情を表しました。この大型のレロイ・ブラウンに先ほど1回戦で見せました円錐切りみたいなものを浴びせてもらいたいというような感じがいたします。チャンスは十分にあります。日本チームジャンボ鶴田天竜組、さあレロイ・ブラウンに、完全と正面から打ち向かいます。さあ左からのチョップを出しましたが、レロイ・ブラウンのチョップがものすごいパワーだ。負けておりません、天竜も負けておりません。しかしすごいチョップ、バッド・レロイ・ブラウン強烈な2からのチョップを天竜の熱い胸板にヒットさせました。これがバッド・レロイ・ブラウン組です。パートナーのロン・フラーが今声をかけました。なかなかいいチームです。ロン・フラー、バッド・レロイ・ブギー組、1回戦はザ・スーパースター、スーパーデストロイヤー組を一周いたしました。現在行われておりますのは2回戦であります。さあ天竜がバッド・レロイ・ブラウンの上半身にぴったりと体を密着しました。しかし怪力のレロイ・ブラウンは自分のコーナーに天竜を持っていきました。トップロープにお尻を乗せました天竜です。後ろから羽交い締め、ロン・フラーがフォローに出ておりますが、正面からあっとヘッドバットのような対戦で、ヘッドバットのような対戦で 体勢で思い切って厚い胸板にパンチを見舞いました。レロイ・ブラウンです。
今までの流れを見ておりますと本当に上背のあるそして力のあるパワーのある相手チームなだけになかなかこのジャンボ鶴田天竜組2人がかりの攻撃でないと勝利をつかめないような感じがしてまいりました。非常にこのロンフラーエロイブラン組の方に余裕が感じられますがここで先ほど1回戦で見事なジャーマンスープレックスをアトランタの市民に見せつけましたジャンボ鶴田が登場してまいりました。なんとか2回戦勝ち抜いてもらいたいというような感じがいたします。全米からこのジョージア州アトランタのオムニにトップレスラー10チームが集まりまして行われております世界タッグチームトーナメント2回戦レロイ・ブラウンのものすごい強烈なパワーであります。鶴田が吹っ飛びました。しかし鶴田もリング中央いいポジションを取ってさあジャンピングニーパッドジャンピングニーパッドこのセンターにヒット。さすがにバッドレロイ・ブラウンもお尻を落としました。さあチャンスが訪れました。鶴田チャンスが訪れました。先ほどと同じように猛烈なタイミングスピードからジャーマンスープレックスを鮮やかに決めたように勝機を見出してほしいと思います。ジャンボ鶴田しかしレロイ・ブラウン危ういしてみましたがロンフラーが出てまいりました。大きな選手です。身長の差が約20センチあります。カウンターのエルボーバットからフライングエルボードロップ、もう1回2回目エルボードロップ、1ダース攻撃ロンフラーそのまま覆いかぶさった鶴田危ういし、鶴田返した、鶴田必死で返しました。ワールドタッグトーナメントの2回戦相手は強烈ロンフラーバッドレロイブラウン組、なんとか一矢報いてもらいたい日本の鶴田天竜組。鶴田が頑張る相手の右の足の膝のあたりに集中攻撃、さあ行きます足を攻撃目標に定めました。鶴田が足を攻撃目標に定めて今度は2プラトン、これはいい攻撃だ。トップロープセカンドロープから天竜がエルボードロップを足のつかない膝頭のあたりに狙い撃ちであります。そしてレグブリーカー天竜もいい動きになってまいりました。アメリカのホームグラウンドアトランタジョージアのアトランタオムニのリング上、お客さんは1万人以上、ゴーゴーたる声援、天竜にも声援が飛んでおります。こちらで修行した時には天竜の名前でリングネームで試合を行っておりました天竜、その天竜に大声援が飛んでおりますがジャンボ鶴田がセカンドロープからフライングニードロップ、先ほどから集中攻撃、ロンフラーの右の膝あたりに集中攻撃、ロンフラーも立ち上がることができませんがしかし膝をつきながら攻撃を仕掛けます。なんという根性のある男でしょうロンフラー、しかしレロイ・ブラウンにはなかなかタッチが行われません。なんとか踏みとどまれ鶴田、踏みとどまれ、しかしレロイ・ブラウンにタッチですが、しかしレフリーのニック・パトリック認めません。さあ日本のリングサイド、お客さんが喜んでおります。リングサイドの若い女性ファン、ジャンボ鶴田にトミーの声援、鶴田がここで一気呵成に攻め込んでまいりました。ワールドタッグトーナメント世界から集まりました10チーム、その2回戦が今行われております。なお今夜の海外特別試合はアメリカジョージア州アトランタの WTBS チャンネル17の制作協力によりまして日本のファンの皆様にお送りしております。このWTBS チャンネル17は1週間に2回プロレスの放送がありまして非常にプロレス熱は全米でもナンバーワンと非常に盛んであります。このアメリカ南部ジョージア州アトランタの市民、先ほどからもう大声援を送っておりますが本場アメリカのロンフラーバトレロイブラン組を翻弄しております日本の若いチームフレッシュコンビ天竜が非常にいい動きだ。レグブリーカー足の疲れを付け根をもう集中攻撃、さあしかしロンフラーがなんとかレロイ・ブラウンに渡したいところでありますが天竜もよく考えております。ジャンボ鶴田にどうやら体を預けるようであります。前半戦はロンフラーレロイ・ブラウンにちょっと引きずられた感じがありましたけれども鶴田天竜途中から非常に良くなりました。さあ足を殺しに行きます、あっと体を丸められた、進み技危ない、鶴田危ない。しかし必要に左の足を攻めております。さあもう一回ここで回転をしてもらいたい、肩逆エビ固めに出ました。ロンフラーの左の膝のあたりをもう猛烈に狙っております。ジャンボ鶴田、さあいけるかジャンボ鶴田が、ここで鶴田天竜組が勝ち上がりますと準決勝へ駒を進めることができます。ロンフラーがかなり長い試合をやっておりますのでチャンスが訪れました。いいタッチ、天竜がここで出てきた、もうロンフラーの右足はほとんど効かなくなってまいりました。レロイ・ブラウンのつなぎが見られません。チャンス、天竜、ここで絶対にレロイ・ブラウンに渡してはいけません。よし、これでいい、自分のコーナーに持ってきた天竜、
さあ再びレッグブリーカーに行くか、足を畳みに行きます、足を畳みに行きます、天竜であります。なかなかいい攻撃を見せております。非常に落ち着きました天竜芸一郎。なかなかいい攻撃を見せております天竜であります。ほとんどもうロンフラーの両足が効かなくなりました。ロンフラーの両足は効かなくなりまして、止まらず止まらず、レロイブラウンが入ってまいりました。これレフリーのニック・パトリックは制しました。チャンスです。もうほとんど日本陣営で試合は進められております。20分の一本勝負、全米からこのジョージア州のアトランタ・オムルに全米マット界の有志10チームが集まって行われております世界タッグチームトーナメント1回戦を勝ち上がりました。ジャンボ鶴田天竜組が同じく1回戦を勝ち上がりました。ロンフラーバッドレロイブラウンと対決を行っておりますが、もうほとんど鶴田天竜組のコーナーの前で試合が行われております。ロンフラーを完全に捉えました。チャンスです。さあチャンスです。おっとレフリーのニック・パトリックが今ゴングを要請いたしました。さああるいはロンフラーがギブアップかもしれません。ちょっと聞きましょう。ジャンボ鶴田と天竜がどうやら勝ったようですが、あるいはロンフラーがギブアップか、それともニック・パトリックがこれ以上攻めますと足が折れるとでも見たんでしょうか。いずれにしましてもジャンボ鶴田天竜、ジャンボ鶴田天竜組が勝ち上がりました。いわばレフリーストップというような見方が妥当かもしれませんが、天竜そして鶴田組、天竜鶴田組見事に2回戦を勝ち上がりまして、いよいよ準決勝へ駒を進めます。レフリーストップ10分31秒でジャンボ鶴田天竜組が見事にロンフラーバッドレロイブラン組を打ち破りまして、準決勝へ駒を進めました。まだまだなかなか立ち上がりません長身のロンフラー、もうほとんど両方の足は麻痺しておりまして、これはレフリーのニック・パトリックの見方は正しかったような感じがいたします。レフリーストップによりましてジャンボ鶴田天竜組が堂々2回戦を勝ち抜きました。いよいよ準決勝進出であります。全日本プロレスのフレッシュコンビジャンボ鶴田そして天竜がこのアメリカ NWA の主要ロードジョージア州アトランタのアトランタオムニで大活躍を見せておりまして、全米各地のトップチーム10チームによって争われております世界タッグチームトーナメント、いよいよ準決勝に進出、そしてスタン・ハンセンオレグ・アンダーソン組との対決を迎えております。両選手が今紹介されております。スタン・ハンセンとオライ・アンダーソンも準決勝に進出。 Their opponents once again ladies and gentlemen from JapanTenaru and Giant Tsuruta. 鶴田天竜組1回戦2回戦見事に勝ち抜きまして準決勝に進出。この後はこの後は破った方が決勝に進出というだけになりました。果たして日本の全日本プロレスのフレッシュ若手コンビジャンボ鶴田天竜組、このスター・ハンセンオレイ・アンダーソンを果たして破ることができるでありましょうか。準決勝の顔ぶれ、まずオレイ・アンダーソンが飛び出してまいりました。天竜との一騎打ちであります。さあ試合が始まりました。なお A ブロックの方ではザ・ファンクス、ドリファンクジュニア、テリーファンク組とジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコのブリスコ兄弟同士で争われたんですけれども、微妙な判定でジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコのブリスコ兄弟が、ドリファンクジュニア、テリーファンクを破りまして、決勝に駒を進めております。 A ブロックでございました。現在リング上では B ブロックの準決勝が今行われているところであります。勝ち上がった方がブリスコブラザーズと決勝を争うことになります。全米各地からトップチーム10チームによって、争われております世界タッグチームトーナメント準決勝、ここでスタン・ハンセンが再び登場してまいりました。あのセントピータースバーグの会場を思い出します。天竜は見たびこのスタン・ハンセンのウエスタン・ラリアットに屈したわけです。なんとか雪辱してもらいたい天竜源一郎。リングの中央、このアトランタ・オムニのリング上は天竜にとりましてはもうアメリカの第二のふるさとと言っていいでしょう。ホームグラウンドです。先ほどから天竜天竜の声援が飛んでおりますが、再びスタン・ハンセンとの一騎打ちを迎えております。なかなかこのスタン・ハンセンの厚い壁を破ることができません。もう絶対にあの左腕から繰り出します黄金のウエスタン・ラリアットだけは勝てはなりません。しかもパートナーのジャンボ鶴田は日本のリング上でもアメリカのリング上でもまだスタン・ハンセンにウエスタン・ラリアットを食っておりません。来週の放送ではノースカロライナのユナイテッドナショナルヘビー級の選手権がありますので、今夜は絶対にスタン・ハンセンのウエスタン・ラリアットの危険から逃れなくてはなりません。
いよいよ準決勝に駒を進めてまいりました。全日本プロレスのフレッシュジャンボ鶴田天竜、さあそのジャンボ鶴田が今リング上に登場してまいりました。オレ・アンダーソンとの力のある攻撃、さあジャンピングキーパット、まず顎の先端、しかしスタンハンセンが待っております。スタンハンセンが飛び出してまいりました。エルボーバットを打ちます。鶴田も曲げておりません。なんとかアメリカ、本場のアメリカのマット上でこのスタンハンセンからピンフォールを取ってほしい、そういう気がいたします。鶴田頑張る、鶴田頑張る、しかしパワーではスタンハンセンが上、猛烈なエルボー、そしてニーリフトを突き上げた鶴田、ちょっと押されています。鶴田が押された、正面を向いたエルボーバットで危ない、カウンターのエルボー、エルボー攻撃が続きます。バットウエストのダリアットがウエスト、あ、いけません。しかしかなりの落差があります。スタンハンセンショルダースルーでジャンボ鶴田を一周、リングの中央、今度はボディースラム、すごい馬力、ニードロップ、鶴田完全に動きが止まってしまいました。準決勝、決勝進出はちょっと危ない状態になってまいりました。ワールドタグチームトーナメント、勝ち上がった方はブリスコブラザースとこのアトランタオムニのリング上で決勝を争うことになりますが、スタンハンセンからオレイ・アンダーソンに変わりました。鶴田頑張れ、鶴田頑張れ、ダブルチョップ、ダブルチョップをアンダーソンの胸板に打ち付けました。そしてストンピングであります。リングがきちんでおります。アトランタオムニ、いつの間にかフルハウスに近い1万人以上の観客が詰めかけております。リングサイドはもうほとんど黒人、非常に熱気のありますアトランタオムニ。鶴田から天竜につながれた、今度はしかしスタンハンセンに渡そうとしております。さあよたびスタンハンセンに屈するか、頑張れ天竜、危ないぞ、この危ないぞ、ウエスタンラリアット危ない、しかしウエスタンラリアットと見せかけてものすごい強烈なジャンピングニーパット、天竜の顎にヒット、そして今度はアートマットしてもウエスタンラリアットは温存しています。本当にスリリングに取りました準決勝。しかし天竜を翻弄、さあ今度はなんだ、ウエスタンラリアット、今度は行きました、逆さずり、天竜立てません、とどめはニードラップ、さあカウント3、天竜よたびスタンハンセンの前に屈しました。残念無念、決勝進出はなりません。スタンハンセン、オレイ・アンダーソン組が準決勝で全日本プロレスのフレッシュコンビ鶴田天竜組を打ち破りました。3分50秒、スタンハンセン、オレイ・アンダーソン組決勝進出。決勝はジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコ、ブリスコ兄弟との一騎打ち、これで勝った方が全米各地から集まったトップチーム10チームによって争われております世界タグチームトーナメントの王座につくことになります。スタンハンセン、オレイ・アンダーソンが全日本プロレスのフレッシュコンビジャンボ鶴田天竜を打ち破った試合でございました。Introducing first the team of Ole Anderson. アメリカのプロレスの中心地であります、アメリカジョージア州アトランタの広大なスタジアムアトランタオムに1万人以上のお客様が入りましたが、いよいよ世界タグチームトーナメントの決勝が行われます。決勝に進出はスタンハンセン、オレイ・アンダーソン組と今紹介を受けておりますジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコのブリスコブラザーズとの対決になりました。全米各地からトップレスラーの10チームによって争われております世界タッグチームトーナメント、いよいよ決勝を迎えております。リング上、スタンハンセン、オレイ・アンダーソン、まずオレイ・アンダーソンが出てまいりました。スタンハンセン、オレイ・アンダーソン組は1回戦はトミー・ロジャース、ブラッド・アームストロング組に勝ち、そして2回戦準決勝では鶴田天竜組に勝ち、そして決勝に駒を進めました。一方のジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコ組は1回戦はドンバス、ケビン・サリバン組に反則勝ちを収めまして、準決勝でドリー・ファンク・ジュニア、テリー・ファンクと対決したんでありますが、ドリー・ファンク・ジュニアが一旦ジャック・ブリスコに見事な回転エビ固めを見せましたけれども、しかしこの微妙なレフリングでそのすぐ後にジャック・ブリスコがドリー・ファンク・ジュニアを切って、切り返しまして、微妙な判定でブリスコ・ブラザースが決勝に駒を進めております。ドリー・ファンク・ジュニア、テリー・ファンクも非常に惜しいところでした。リング上、いよいよ決勝が行われております。さあ注目のスタンハンセンがここで登場してまいりまして、胃袋のあたりにクロー攻撃を見せておりますスタンハンセンであります。このスタンハンセンも全日本プロレスのマットに上がりまして、この本場アメリカに、凱旋いたしますと、いわゆるこのNWA の主要ロードだけにしか登場いたしません。フロリダのサーキット、そして南部のこのジョージアにありますアトランタオムニ、こういう主要ロードに登場して
NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレアへの挑戦の機会を狙っておりますこのスタン・ハンセンであります。スタン・ハンセンの人気も大変なものであります。さあ相手はジャック・ブリスコの弟ジェリー・ブリスコ、かなり体が違いますけれども、何しろ根性のありますフロリダの人気者ブリスコブラザーズ。さあジェリー・ブリスコがスタン・ハンセンに捕まりました。先ほどもご紹介しましたように、このスタン・ハンセンが全日本プロレスに登場することによりまして、ジャイアント馬場たちとともにアメリカ各地をサーキットして世界王座への道が開かれようとしております。スタン・ハンセンは今エプロンでございます。世界のタッグチームトーナメント決勝を迎えております。アメリカジョージア州のアトランタオムニのリング上、果たして優勝をもぎ取るのはスタン・ハンセンオレイ・アンダーソン組か、それともフロリダのブリスコブラザーズか、果たしてどっちでしょうか。リング上、地元のオレイ・アンダーソンがリングの中央2度2王立ち、ジャック・ブリスコを痛めつけておりますオレイ・アンダーソンであります。怪力ぶりを見せておりますオレイ・アンダーソン、サバ折りを見せておりますリングの中央、全くジャック・ブリスコは動けなくなってしまいました。先ほどの準決勝で微妙な判定勝ちを拾ってザ・ファンクスから勝ち上がりましたこのブリスコブラザーズ。しかし先ほどの準決勝も一旦はノリ・ファンクジュニアに制せられておりますので、もう本当にかろうじてこの決勝に駒を進めたというような感じがいたします。ジャック・ブリスコ、さあオレイ・アンダーソンのベアハグ攻撃が今解かれました。再びスタン・ハンセン、オレイ・アンダーソン、さあスタン・ハンセンの登場、またしてもベアハグであります。怪力ぶりを発揮するこのスタン・ハンセン、4月にブルーザー・ブロディと日本で初めて、タグを復活させるわけでありますけれども、おそらく大暴れをするでありましょうスタン・ハンセンです。先ほどもご覧いただきましたように、天竜に与たびピンフォール勝ち、素晴らしい馬力を見せましたスタン・ハンセン。さあジャック・ブリスコを捉えました、元 NWA の世界ヘビー級のチャンピオンジャック・ブリスコを捉えておりますスタン・ハンセン。先ほどからご紹介しておりますように、全国プロレスの参加によりまして、今回もジャイアント馬場、ジャンボ鶴田、天竜と一緒に帯同してアメリカ各地をサーキットしておりますこのスタン・ハンセン、世界王座への道が開かれようとしております。果たしてリック・フレアへの挑戦はいつ頃になるでありましょうか。スタン・ハンセン、元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのこのジャック・ブリスコとの対決は非常に微妙なものがあります。さあ今度はそのスタン・ハンセンからオレイ・アンダーソンにタッチが行われました。地元このジョージア州のアトランタでブッカーをも務めておりますジム・バーネットさんの片腕でありますこのオレイ・アンダーソン、実力的にもオレイ・アンダーソンブラザーズ3人の兄弟でありますが、このオレイが一番現在は好調だというふうに聞いております。なかなか怪力殺法が目立ちます。そしてシミット式のバックブリーカースタン・ハンセン、エルボードロップを胃袋に命中を抑え込んだ、どうだ優勝はどうだ、かろうじてジャック・ブリスコ左の足をサードロープに伸ばしました。もう全く試合の流れはハンセン、そしてオレイ・アンダーソン組のペースで試合は進められております。しかし微妙なところで決勝に駒を進めておりますブリスコブラザーズ、まだまだパワーで押しておりますけれども、油断大敵であります。リング上、アメリカジョージア州アトランタ市アトランタオムニ、今夜の海外特別試合はアメリカジョージア州アトランタ市の WTBS チャンネル17の制作協力によりまして、日本のファンの皆様に、お送りしているわけであります。現在リング上では全米各地から集まった10チームによって争われております世界タッグチームトーナメントの決勝戦、スタン・ハンセン、オレイ・アンダーソン組対ジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコのブリスコ兄弟との間で決勝が行われております。まだまだお兄さんのジャック・ブリスコがなかなかジェリーに渡せません。さあここでスタン・ハンセンも完全とリングの中に入ってまいりました。さあ弟のジェリー・ブリスコが再び登場、オレ・アンダーソンがうまくトップロープの反動を利用しておりますが、レフリー気がつきません。さあ2人がかりの攻撃です。さあここでおっとウェスタンラリアットはいきません。ジャック・ブリスコが飛び込んで回転エビ固め、こういう一瞬の決め技があります。
ジャック・ブリスコ、1回戦の時にも見事にこの回転エビ固めを見せました。ジャック・ブリスコでありますが、股をくぐり抜けて弟のジェリーに渡す。さあ満を持しておりましたジェリー・ブリスコ、スタンハンセンを倒した。そしてオレ・アンダーソンの胃袋にパンチを浴びせる。スタンハンセンにもパンチを浴びせる。暴れまくるジャック・ブリスコ、いやジェリー・ブリスコが暴れまくる。ジェリー・ブリスコが暴れまくる。しかしサンドイッチ状態にされた。スタンハンセンとオレ・アンダーソンがサンドイッチ状態。これはしかし反則であります。これはしかし反則であります。レフリーのスクラッピー、レフリーのスクラッピーがこれは反則だというふうにオレ・アンダーソンをコーナーに戻しました。再びスタンハンセンがリングの中であります。何しろ勝った方がワールドタッグチームトーナメントに優勝という大事な一戦を迎えております。ジョージア州のアトランタオムリのリング上、1万人以上の大観衆であります。さあ再びスタンハンセンからオレイ・アンダーソンに、繋がれました。さあブリスコブラザーズはジェリーが出ております。体の小さいジェリーがよく頑張ります。ジェリー・ブリスコがよく頑張ってオレイ・アンダーソンの左の足を狙い撃ち、あるいは兄弟ブリスコ兄弟得意の足4の字固めの流れを作っているんでしょうか。さあ左の足を取って、さあレグブリーカーか、いや足4の字、フィギュア4レグログ、フィギュア4レグログ、足4の字固め。しかし大きな太い腕がニューッと出てまいりました。スタンハンセン見事なフォロー、ジェリー・ブリスコの顔面かきをかきむしりました。今度は反対にオレ・アンダーソンがペースを取ります。20分の一本勝負、ワールドタッグチームトーナメント決勝。日本のジャンボ鶴田天竜も準決勝までは駒を進めたんでありますけれども、スタンハンセンオレ・アンダーソン組に惜しくも敗れてしまいました。そしてザ・ファンクスは準決勝で今リングに登場しておりますブリスコ兄弟といい試合を見せましたけれども、微妙な判定でブリスコ兄弟が勝ち上がっております。再びスタンハンセン登場であります。4月に来日が決定しておりますこのスタンハンセン、ブルーザーブロディとの怪力パワーは日本のリング上では初登場でありますが、どういうような試合を見せますか。先週お送りしたセントピータースパークのリング上でも6年ぶりにタグチームを結成して見事な試合を見せましたスタンハンセン、ウエスタンラリアットの名手。このアメリカの市民の間でもスタンハンセンの威力はもう本当に打った瞬間息を飲んでおりまして、ファンからも声が出ません。それほどの凄まじいスタンハンセンのウエスタンラリアット、しかしこの決勝戦ではまだまだ温存しております。再びハンセンからオレー・アンダーソンへとつながれました。地元でもなかなか人気がありますオレー・アンダーソンです。現在38歳、最も脂の乗っているレスラーの一人でありますオレー・アンダーソン。さあ力の攻撃、ジェリー・ブリスコはご存知のようにそれほど、ヘビー級のレスラーとしては体が大きくありませんので、こういうパワーでやられますとちょっと反撃の糸口がつかめません。パワーで押しまくりますオレイ・アンダーソンであります。リングの中央エプロンにはスタンハンセンが身を立ち、今大きくオレイ・アンダーソンに声をかけました。リングの中です。20分の一本勝負で行われておりますワールドタッグチームトーナメントの決勝であります。オレイ・アンダーソンとジェリー・ブリスコの一騎打ち、頭をこすりつけるようにして手四つの体勢になりました。このアメリカジョージア州、アメリカの南部でありますけれども、本当にプロレス熱は全米でもナンバーワンというような感じがあります。もうお客さんリングサイドは立ち上がりました。ほとんど黒人が圧倒的でありますが、さあジャック・ブリスコがここで登場。ジェリー・ブリスコから兄ジャック・ブリスコにタッチが行われまして、元気いっぱいしばらく休んでおりましたジャック・ブリスコ、ここで足4の字固めに入りますが、オレ・アンダーソンも必死で返す。スタン・ハンセンに今タッチ。スタン・ハンセンとジャック・ブリスコ、ものすごい夢のカード実現。シングルでの対決のような感じになってまいりました。しかしジャック・ブリスコがレグブリーカーでスタン・ハンセンを翻弄。どうやら足4の字固め持っていこうとするジャック・ブリスコ。ジャック・ブリスコが思い切ってレグブロック、あるいはレグブリーカー再三打っています。そして足4の字固め、しかし力で返すスタン・ハンセン。スタン・ハンセンが元 NWA 世界チャンピオンのジャック・ブリスコを相手に堂々挑んでおります。全日本プロレスのリングに登場して NWA 世界チャンピオンへの道が開かれようとしておりますスタン・ハンセン。
世界王座への道が開かれようとしております。スタンハンセン元 NWA 世界チャンピオンのジャック・ブリスコにはぜひともピンホールを取りたいところでありますが、スタンハンセンからお礼につながれました。お礼アンダーソンも必死で返します。非常に五分五分の対決になっております。ワールドタッグチームトーナメントの決勝戦、さあ大きくショルダースルー、ショルダースルー、ジャック・ブリスコ、ジェリーにここでタッチ、ジェリーにここでタッチ、相手はオレー・アンダーソンを人間風車、ダブルアームスープレックス、しかしまだカバーに行きません。あくまでも足に狙いを定めました。ジェリー・ブリスコ両方の足にレッグブロック、そして足4の字固め切り札に入ろうとしましたが、お礼も返します。そしてスタンハンセンはジェリーを捉えた。そしてお礼の相手はジャック・ブリスコ。リングの中に4人の選手が入りました。ちょっとこれでは試合になりません。4人の選手がそれぞれのパートナーを相手に猛烈な殴り合いです。レフリーのニック・パトリック本当に忙しくなります。その間にお礼がジャック・ブリスコを抑え込んでカウント3が入りました。見事なおとり作戦。スタンハンセン、オレー・アンダーソンが兄のジャック・ブリスコを抑えました。しかし公式な判定はどう出ますか。ひとまずスタンハンセン、オレー・アンダーソン組の勝利が告げられておりますが、お客様は総立ちでブーイング、何やら抗議を申し込んでおりますが、しかし判定は覆ることがどうやらないようです。覆ることはないようですが、しかしまだまだ分かりません。レフリーのニック・パトリックに猛烈に抗議を申し込むブリスコ・ブラザースが猛烈に抗議を申し込んでおりますが、果たして判定は覆るんでありましょうか。しかしアトランタオムニの1万人以上のお客様にロン・アレンさんが今正式にスタンハンセン、オレー・アンダーソン組の優勝を告げました。残念ながらジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコのブリスコ兄弟は決勝でスタンハンセン、オレー・アンダーソン組に敗れました。スタンハンセン、オレー・アンダーソン組堂々の優勝です。Ladies and gentlemen, at this time I'm going to turn to my, I'm not going to turn over. アメリカ南部の中心地、そして古い南部のロマンの香りと伝統が今も息づいておりますジョージア州アトランタ。いよいよそのアトランタの新しい広大なプロレス会場、アトランタオムニのリング上に総帥ジャイアント馬場選手が登場してまいりまして、これよりリング上では PWF ヘビー級の11回目の防衛戦が行われようとしております。ジャイアント馬場の胴に巻かれております三千たる PWF ヘビー級のチャンピオンベルト、今夜11回目の防衛戦、今夜のチャレンジャーはこの地元では大変に人気上昇中のテリー・ゴーディーとの挑戦を受けます。勝負の方は60分の一本勝負でありますが、リング上には役員が登場しておりまして、これよりプロクラメーション宣言書が読み上げられるところでございます。さあ日本のジャイアント馬場、海外の PWF のヘビー級選手権試合には全く過去の戦績では負けたことがありません。50年、52年、そして54年、55年と全部 PWF のヘビー級は勝っております。世界のジャイアント馬場、自信満々の表情で今リングに上がっております。ジャンボ鶴田天竜を引き連れまして、この度 NWA の主要労働を渡り歩いておりますこの世界のジャイアント馬場総帥が出てまいりました。ジャイアント馬場が出てまいりますと、このアトランタオムニの1万人以上のお客様も非常にびっくりした表情でジャイアント馬場選手にバー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 ビッグバーバーの声援が飛びました。さあジャンボ鶴田と天竜がどうやらリングサイドに陣取りまして、ジャイアント馬場選手のセコンドにつくようであります。本当に惜しい試合を逸しました。ジャンボ鶴田と天竜、ワールドタッグトーナメント準決勝まで駒を進めたんでありますが、スタンハンセン、オレー・アンダーソンの前に屈しました。今度はジャイアント馬場選手への応援であります。セコンドに陣取っておりますジャンボ鶴田天竜、果たして11回目の防衛なるかどうか。世界のジャイアント馬場でありますが、どうやらアトランタオムニの1万人以上のお客様、激しい声援コールが起こりました。これがチャレンジャーのテリー・ゴーディーです。アルゼンチンバックブリーカー、そして非常に怪力パワーが得意というジョージアの若い力でありますテリー・ゴーディー。大
強烈なデモンストレーションを見せました。193cm 130kg、 リング上ではタイトルマッチ宣言です。オフィスマネージャーフォージョージアチャンピオンシップレスリング will read a proclamation, an official proclamation from Mr. Jim Crockett. In recognition tonight, the Pacific Wrestling Federation heavyweight championship boutIt's two of the finest wrestlers in the world today, in the persons of challenger Terry Gordy of the United States and the Pacific Wrestling Federation champion Giant Baba from Tokyo, Japan. This great event is recognized by the PWF and sanctioned by permission of the National Wrestling Alliance. May the best man emergeVictorious, dated February 28, 1982, signed Jim Crockett, President, National Wrestling Alliance. 巨大な NWA 組織を切り盛りしております NWA の財務理事ジム・バーネットさんの代理ボビー・シモンズ氏によりまして、プロクラメーション宣言書がアトランタ市民に紹介されました。内容をご紹介しますと、今夜の PWF ヘビー級選手権試合は、挑戦者がアメリカのテリー・ゴーディ、チャンピオン日本のジャイアント・ババ、世界で最も優れた両選手の間で行われるこのビッグマッチは PWF が認定し NWA が認可するものである、こういうようなプロクラメーションが今アトランタ市民の前に発表されました。Introducing first the challenger from Chattanooga, Tennessee at 275 pounds, Terry Gordy. Terry Gordy. ジョージアの星であります、若い力テリー・ゴーディ。And the Pacific Wrestling Federation champion at 7 foot 300 pounds, the giant Baba. PWF ヘビー級王者11回目の防衛戦、世界のジャイアントババです。勝負の方は60分の日本勝負で行われます。レフリーはニック・パトリック、タイムキーパーがチャーリー・マクアウィン。リングアナウンサーのロン・アレンさんの紹介で両選手表情が引き締まりました。握手を求めます。王者。ジャイアントババ、しかしチャレンジャーのテリー・ゴーディは不敵な笑いを浮かべまして握手を受けません。60分の一本勝負、ゴングは鳴らされました。試合が始まりました。先週の放送でもお伝えしました通り、この大遠征第一歩はカンサスシティ、そしてフロリダのセントピータースバーグベイフロントセンターアリーナに出場後、激戦区フロリダのオーランド・オキチョビー、タンパ・キーウエスト・ジャクソンビル・フォート・マイヤースに出場したジャイアント・ババ、天竜・ジャンボ・鶴田組、各地に大きな実績を残しまして、このアトランタに乗り込んでまいりました。なおフロリダ地区では非常にいい選手が集まっておりまして、このフロリダで腕を磨いております大仁田、淵、それから桜田たちも非常に元気でございました。おそらく自信をつけて凱旋するものと思われます。そしてその後輩たちにジャイアント・ババ選手は目を細めておりました。そしてまたフロリダの偉大なプロモーター、元 NWA 会長のエディ・グラハムさん、それからマイク・グラハム、そしてこの全日本プロレスの一行にのサーキットに参加したアンドレ・ザ・ジャイアントの、連日熱心な話し合いが行われました。そういうジャイアント馬場であります。非常にこのアメリカのマットに進出してまいりましても、ビッグ馬場、ビッグ馬場の名前で本当に名前が知れ渡っております王者ジャイアント馬場。さあテリー・ゴーディが力でジャイアント馬場をコーナーに追い詰めました。チャレンジャーのこのテリー・ゴーディは去年あたりからこのジョージア、フロリダ、あるいはテネシー、オクラホマ地区などに勢力圏を広げている若手のレスラーでございます。若さとパワーのレスラーということを聞いておりますが、私はもちろん初めて見ます。日本のファンの皆様も初めてかもしれません。なかなかしかし体が大きい選手で、地元の選手に聞きますと自由射法にリング内を飛び回る非常にこの現代的なナウなレスラーだということを聞いておりますが、まだまだ技の方は荒削りですけれども、全米若手の、トップにのし上がろうと現在ジョージアで腕を磨いているというふうに聞いております。どちらかと言いますと技よりもむしろ馬力型と言っていい選手かもしれません。チャレンジャーのテリー・ゴーディであります。なお先ほどもちらっとご紹介しましたが、世界のジャイアント馬場、海外での PWF のヘビー級選手権の防衛戦は50年のカンサスでの遠征でディック・ザ・ブルーザーに防衛、52年のノースカロライナ・グリーンズボロではバロン・ホンラシクに防衛、それから54年のシカゴではブッチャーへの挑戦試合でしたが、これも勝ちましてタイトルを奪還、55年のミネアポリスではスーパーデストロイヤーマーク2と対戦してこれも見事に防衛、過去4戦4勝パーフェクトに勝ち上がりまして、いかにこのジャイアント馬場選手が海外の遠征に強いかを証明しております。そのジャイアント馬場であります、グランドでの展開になりました。こちらが制作を協力しております
アメリカジョージア州アトランタ市の WTBS チャンネル17のカメラマンであります。この WTBS チャンネル17の制作協力によりまして日本のファンの皆様にお送りしているわけでありますが、 WTBS チャンネル17では週に2回、プロレス放送がありまして、土曜日は2時間の枠、日曜日は1時間の枠、非常にプロレスが盛んであります。そして全米に放送されておりまして広いネットワークを持っております。 WTBS チャンネル17の制作協力によりまして BWF ヘビー級の選手権試合をお届けしております。さあテリー・ゴーディが反撃に出てまいりましたが非常に落ち着いております。今夜のジャイアント馬場11回目の防衛戦を迎えております。さあリングの中央グランドでの展開にもつれ込みました。力での攻撃ジャイアント馬場であります。ところでこのアトランタオムニといいますと、まあ、全米屈指の、ビッグゲームが行われる南部プロレス界の、まあ、伝道というか新しいそして非常に広大な、スポーツ会場なんでありますが、ここはあの先ほどからお伝えしております NWA の実力者財務理事のジム・バーネット氏のテリトリーでございまして、リング上のジャイアント馬場選手とはもう古くからの大変深い熱い信頼関係で結ばれておりまして、日本にもたびたび立ち会い人として、来ております。それからこの会場は去年の6月の21日ダスティーローレスがハーリーレースを破りまして NWA の王座交代劇があったところでございます。収容人数は1万5000人、赤いシート、現在は先ほどのリングアナウンサーロン・アレンさんに聞いたんですけれども、収容人数は1万飛んで飛んで飛んで2人というような正式発表が今この放送席に届けられました。ロン・アレンさんによりますと1万人以上入っているという話であります。さあそのジョージア州アトランタのアトランタオムルで行われております PWF のヘビー級の選手権試合、ヘッドバットを打ってまいりましたテリー・ゴーディーでありますが、後ろに下がって勢いをつけたがうまくジャイアント馬場選手がタイミングを取りまして外しました。テリー・ゴーディーの太い首にトップロープのワイヤーロープが食い込んでおりますが、ここでジャイアント馬場がチャンスと見ましたか。キックを浴びせかけております。キックを浴びせかけております。世界のジャイアントはロープに掘ってなんだジャーンチョップ、ジャーンチョップを見舞いました。まだカウンターの16問は温存というような感じがあります。 PWF のヘビー級の選手権試合通算11回目の防衛戦、脳天空竹割を出してまいりました。脳天空竹割であります。なお先ほどご紹介したジム・バーネット氏とはこの控室で固い握手を交わしました。 VIP の部屋で固い握手を交わしましたジャイアント馬場でありますが、防衛に成功しましたら賑やかにパーティーをやろうじゃないかと激励をされました。その世界のジャイアント馬場選手、チャレンジャーのテリー・ゴーディーが勢いよく飛び出してまいりました。今回の遠征はアメリカの主要ロードを駆け巡ったサーキットであるだけに、まあこのジム・バーネットさんからは非常にお褒めの言葉をもらいまして、素晴らしい海外の遠征だ、アメリカの1カ所だけにとどまらず4州をサーキットする力はさすがにジャイアント馬場だと絶賛されました。その世界のジャイアント馬場選手、リング上 PWF のヘビー級の選手権試合、さあテリー・ゴーディーがリングの外に出てまいりまして、場外ラフな展開に出てまいりました。馬場が外に出てまいりました。リング外での試合が行われております。レフリーのニック・パトリックが早くリングの中に入るように両選手に声をかけましたが、ジャイアント馬場軽く片手一本でテリー・ゴーディーの頭を捉えまして青い鉄柱へ鉄柱攻撃に出てまいりました。ジャイアント馬場がセカンドロープに上がります。なかなか好調、本当に本当に落ち着いております。ジャイアント馬場であります。主要マーケットではビッグババ、ビッグババからと呼ばれておりますジャイアント馬場選手、そしてネックブリーカードロップを仕掛けようとしておりますが、ちょっと汗でタイミングを逸しました。首をひねります。世界のジャイアント馬場、世界のジャイアント馬場。なおジャイアント馬場選手は海外特別試合、来週の放送ノースカロライナシャーロッテコロシアムでは天竜と組みまして、あのチャンピオンカーニバル出場のアレックス・スミルノ君、そしてイワン・コロフ組と対決が待っております。 NWA 現在会長のジム・クロケット・ジュニアとの、テリトリーノースカロライナにも遠征いたします。ジャイアント馬場、天竜、そしてジャンボ鶴田、非常にこのジム・クロケット・ジュニア氏とも親密な関係でありますので、おそらく前向きの話し合いが行われるものと思われます。 NWA 世界チャンピオンリック・フレアへの挑戦問題などがおそらく話し合われるのではないかと思います。さあその世界のジャイアント馬場選手、 PWF のヘビー級の選手権試合、リング上勝てば海外では5回目、さあおっと足を取りました、足を取りました。ジャイアント馬場リングの中央そのまま川津落としに行きましたけれども、カバーの体勢、川津学から川津落とし、徐々に大きなそして力強い
武器を発揮してまいります。世界のジャイアント馬場、どうやらテリー・ゴーディの足が完全に止まったようです。テリー・ゴーディの足が完全に止まりました。なおこのアメリカ南部のプロレスの中心でありますアメリカのジョージア地区でありますけれども、ジョージア地区のコースはコロンバス、グリフィン、オーガスタと、まあ、いろんなところに、テレビの中継が放送されております。さあチャレンジャーのテリー・ゴーディがセカンドロープから3メートル以上リングの中央のジャイアント馬場めがけまして思い切って飛んでまいりました。これがいわゆる先ほど、紹介いたしました、リングの中をもう狭しと飛び回るというような噂がありましたテリー・ゴーディですけれども、本当に自由射砲な、レスリングをやっと展開してまいりました。チャレンジャーのテリー・ゴーディであります。全米若手のトップにのし上がろうと現在このジョージアで腕を磨いております馬力型のテリー・ゴーディ、それからこのジョージアにはもう一人の若手の金髪がおりまして、マイケル・ヘルズと言うんですけれども、マイケル・ヘイズと言うんですけれども、いわゆるこの華麗で自由な鳥たちというような非常に人気のありますタグチームをも作っております。このテリー・ゴーディであります。チャレンジャーです馬場、しかし全くひるみません。リングの中央で相手をじーっと鋭い目つきで睨みつけました。エプロンにはジャンボ鶴田と天竜が待ち構えております。静かに観戦中であります。総帥ジャイアント馬場の試合を熱心に観戦中のジャンボ鶴田天竜、さあ場外に送り出しましたジャイアント馬場、テリー・ゴーディが外に出てまいりました。試合の方は60分の一本勝負で行われます。リングの中、世界のジャイアント馬場 PWF ヘビー級の11回目の防衛戦、海外遠征、カンサス、フロリダ各地、そして元気にコンディションも上々でこのジョージア州アトランタに乗り込んでまいりました世界のジャイアント馬場。さあチャレンジャーのテリー・ゴーディがここでどうやらチャンスを作るようです。ロープに押し付けられました。何しろ馬力があります。130キロのテリー・ゴーディ、さあ今度はバックドロップ、世界の馬場209センチ145キロバックに投げ飛ばしました。岩石落とし、テリー・ゴーディの怪力を見せつけます。そのまま、しかしカウント2で跳ね返す馬場であります。ペースとしては非常にゆったりとしたペース、ジャイアント馬場のペースと見ていいんですけれども、この辺りからテリー・ゴーディが大技を仕掛けてまいりました。さあジャイアント馬場がどこでどういう勝機をつかみますか。非常に海外のマットでは強いジャイアント馬場、今度は脳天不意打ちですが、しかし脳天不意打ち、パイルドライバーを返しました。リバースパイルドライバー、馬場相変わらず落ち着いておりまして、ここで得意の16問キックを打って逆水平の体勢、そしてロープに放り投げます。しかしテリー・ゴーディも今度は反対にコブラツイストカウンターに乗っております。なっております。ちょっと不意をつかれました、不意をつかれましたジャイアント馬場、コブラツイストに入ります。チャレンジャーのテリー・ゴーディ、まだまだこのテリー・ゴーディには怪力アルゼンチンバックブリーカーというような得意技が ありますので、世界のジャイアント馬場としても油断大敵であります。大きく腰に乗せました馬場。アメリカジョージア州アトランタ市アトランタ大森で行われております PWF の B 級選手権試合、ジャイアント馬場は今度は反対にテリー・ゴーディにコブラツイスト、ぐい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 腰をひねります。全日本プロレスの総帥 PWF ヘビー級王者、11回目の防衛戦、ジャイアント馬場であります。本当にこの有意義な今回のアメリカ大遠征、おっとロンバスの、いや、テリー・ゴーディの動きが激しくなってまいりました。そしておっとショルダータックル、テリー・ゴーディが馬力を出してまいりますが、今度は逆水平馬場、逆水平、そして左の腕を持って何でいくか、16番ここで炸裂、この選手の16番がテリー・ゴーディの喉に炸裂、そのまま抑え込んだ。カウント3、カウント3が入りました。ジャイアント馬場見事なピンフォール勝ち、防衛通算11回目の防衛に成功いたしました。ジャイアント馬場勝負は11分47秒、これで海外での PWF のヘビー級はこれで5回目なんでありますけれど、いずれもパーフェクトな勝利、ジャンボ鶴田天竜に手伝ってもらいまして、再び PWF ヘビー級の黄金のチャンピオンベルトがジャイアント馬場選手のもとに戻されました。非常にいい試合でした。あくまでも落ち着き払っておりました。全日本プロレスの総帥ジャイアント馬場、見事にテリー・ゴーディを下しまして通算11回目の防衛に成功したわけでございます。敗れましたテリー・ゴーディ、ファンの非難を受けておりますリング上で
勝利を得ましたジャイアント馬場選手、防衛を果たしまして非常に気持ちよさそうな表情でドレッシングルームの方に先に帰りました。この辺でアトランタオムニからお別れしたいと思います。アトランタの放送局 WTBS チャンネル17のプロレス番組ジョージアチャンピオンシップレスリングが土曜日と日曜日と2日続けて放送されたとありまして、前景気も上々のジョージア州アトランタ市のアトランタオムニ、いよいよリング上メインイベント NWA 世界ヘビー級のタイトルマッチが行われます。チャレンジャーのハーリーレースはすでにリングの中、そして王者リックフレアが堂々の入場でございます。この王者リックフレアにカンサスの英雄ハーリーレースが挑戦という、リックフレア対ハーリーレースの NWA 世界ヘビー級のタイトルマッチ、両選手の紹介です。Introducing first on my left from Kansas City, Kansas, at 264 poundsAnd six times world heavyweight champion Harley Race. チャレンジャー、挑戦者、元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンハーリー・レイス。His opponent for this match, ladies and gentlemen, at 255 pounds on my right, from Minnesota and the world's heavyweight champion, Nature Boy Ric Flair.第62代の NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレアが紹介されました。この NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチ、レフリーはニック・パトリック、そしてタイムキーパーがチャーリー・マクガーウィン、その世界中のレスラーが一度は銅にしたいという世界で一番価値あるチャンピオンベルト、 NWA の世界ヘビー級のチャンピオンベルトが一時本部席の方に預けられました。さあいよいよ始まります。ジョージア州アトランタ、アトランタオムニのリング上、現在の世界チャンピオンリック・フレア、そして元世界チャンピオンハーリー・レースとの豪華な対決を迎えております。さて試合前の入念なボディチェック、激しく睨み合っておりますハーリー・レースとリック・フレア、金髪のリック・フレアが左側、そして縮れ毛、元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンハーリー・レース。勝負は60分の一本勝負、ゴングが鳴らされておりますが、まだ両者はもう必死の睨み合い、なかなかコーナーに戻ろうとしません。さあハーリーレースの眼力、鋭い眼力でリック・フレアを睨みつけて、さあここで両者が分かれて試合が再開されました。60分の一本勝負、まず左の拳をリック・フレアの喉の先端に食い込ませました。元 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、日本でもおなじみハーリーレースであります。さあ拳打ち、非常に鮮やかな反則攻撃、拳打ちで先手を取りましたハーリーレースであります。なお世界チャンピオンのリック・フレアは馬場鶴田天竜が遠征いたしましたフロリダ州セントピータースバーグでマイク・グラハムの挑戦を受けます。反則勝ちでかろうじて防衛したばかりであります。さあチャレンジャーのリックやハーリーレースが攻撃をしかめてまいりました。なお今夜のリック・フレアは従いましてセントピータースバーグの防衛戦が71戦目の防衛でありましたので、今回は72戦目の防衛です。チャレンジャーのハーリーレース、脳天食い打ちを一発見せました。そして最初のカバーはチャレンジャーが取りました。カウント2で跳ね返しておりますハーリーレースであります。非常にいい出足を見せましたチャレンジャーのハーリーレース。今回の海外遠征隊最初の地カンサスティメモリアルホールではあのブルーザーブロディとものすごい流血戦を演じましたこのハーリーレース、地元そしてカンサス市民にもう一度 NWA の世界の王座にカムバックするぞと力強く宣誓いたしました。カンサスにベルトを持ち帰るという約束をいたしました。過去5度返り咲き、通算6回世界最高峰 NWA の世界のチャンピオンベルトを胴に巻いておりますチャレンジャーのハーリーレースであります。さあやっとここで第62代現役の世界チャンピオンリック・フレア落ち着きました。今夜が72戦目の防衛を迎えております王者リック・フレアであります。ずっとこのカンサス、それからフロリダ、そしてこのジョージアとこの王者リック・フレアを観察してまいりましたが、選手の話あるいはプロモーターの話を総合いたしますと、印象としては長期フレア政権の現在足固めに懸命というような感じがいたします。それからフロリダの定期番組チャンピオンシップレスリング82、あるいはまたこちらジョージア州アトランタのジョージアチャンピオンシップレスリング、ジョージアチャンピオンシップレスリングなどテレビを見ましても、元 NWA 世界チャンピオン、あるいはまた若手の、ホープにかなり押されているというような印象をも受けます世界チャンピオンのリック・フレアです。
さあ試合を追ってまいりましょう。足を取って、おっとリックやハーリーレースが足4の字の体勢に入ろうとしたんですけれども、王者リックフレアが非常に落ち着いておりますが、これは足殺しに入っております。インディアンデスロックのような体型になりました。左足を軸としております。チャレンジャーのハーリーレースであります。そしてさらにグイ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 と自分の力、ブリッジのような体勢を見せまして、チャレンジャーのハーリーレースがリックフレアにインディアンデスロックを仕掛けました。いい攻撃を見せております。なかなか立ち上がりはチャレンジャーのハーリーレースがリックフレアを散々苦しめているというような感じがいたします。さあ王者のリックフレアとしてはこの辺りからなんとか自分のペースを取りたいところでありましょう。先ほどテレビの印象をご紹介しましたけれども、しかしこのリックフレアの人気は大変に高いものがありまして、フレアの出場するところ、いわゆるソールアウト、売れ切れといったような人気であります。さあリックフレア体勢を取り直しまして、チャレンジャーのハーリーレースの顔面額のあたりにパンチを一打つ攻撃見舞いました。なお今夜のアトランタオムニの控え室には元NWA 世界ヘビー級のチャンピオンがゴロゴロひしめいております。ドリーファンクジュニア、テリーファンク、それからダスティーローデスもいます。さらにまた日本のジャイアントも、そしてこの現役のチャンピオンリックフレアと NWA 世界ヘビー級のチャンピオンたちがひしめき合っておりますアトランタオムニの控え室でございました。しかしまあそれにしましても、アメリカのファンは世界で一番強い男、世界でただ一人しか持てない世界チャンピオンのベルトに非常に期待するものがあるようであります。さあリックフレアを場外に送り出しまして、チャレンジャーのハーリーレースが追いかけます。このリングサイドは鉄のゲージがありますけれども、そのゲージをも飛び越えましてリングサイドをお客様の方に入ってきました。これはアメリカの試合ではなかなか珍しいシーンです。場外でヘッドバットを打とうとしたハーリーレース、しかし額、このコンクリートのフロアに額を打ち付けてしまいました。ヘッドバットは不成功に終わっております。チャレンジャーのハーリーレース、リングサイドのゲージの外で試合は行われております。試合はかなりまたまた激しく流血戦の様相を呈してまいりました。リックフレア対ハーリーレースの対決、何しろハーリーレースがこのリックフレアをこのアトランタオムニで破るということになりますと、7回この世界ヘビー級のチャンピオンベルトを身につけることになります。そういう期待もかかっておりますアトランタオムニのリング上であります。しかし一旦場外に出ました両者、リックフレアがカウント8あたりで素早くリングの中に入ってまいりました。こういったところがやはり防衛の旅を続けておりますリックフレアが非常に上手くなったところでありましょう。カウントをよく聞いておりました。そしてエプロン伝いに思い切って走って力をつけまして青い鉄柱に持っていきました。世界チャンピオンのリックフレア、やっと落ち着きを取り戻したというような感じがいたします。皆様ご存知のように、このアトランタオムニ、ジョージア州はアメリカ南部のプロレスの中心地でございまして、ジョージア州アトランタオムニは1981年、昨年の6月の21日ダスティーローデスが今チャレンジャーでありますハーリーレースを破りまして王者交代のあったところであります。そしてジョージア州オーガスタはトミー・リッチがハーリーレースを破り王座交代があったところ、さらにまたジョージア州のコロンバスはハーリーレースが再びトミー・リッチを破りまして王座を奪還したところで、このジョージア州のテリトリーは非常に世界王座が目まぐるしく変わります地域でございます。そのアトランタオムニメイン会場で行われております NWA の世界ヘビー級の、タイトルマッチ、さあエプロンによりますのはチャレンジャーのハーリーレース、やっと世界チャンピオンリックフレアのペースになりつつあります。 NWA 世界ヘビー級の選手権、今夜の海外特別試合はアメリカジョージア州、おっとロープ越しのブレンバスターリングの中央に持ってきた、ピンフォールに行く体勢、リックフレアが行きません、まだ行きません、落ち着いています。リックフレア立ち上がって助走をつけて、なんだエルボードロップ、ハーリーレースの喉元に炸裂、ハーリーレースしかし返します。今夜の海外特別試合はアメリカジョージア州アトランタの WTBS チャンネル17の制作協力によりまして、日本のファンの皆様に NWA 世界ヘビー級選手権をお送りしています。王者リックフレア打ち着きました。再三場外に送り出されました。そして鉄柱攻撃を受けましたチャレンジャーのハーリーレース、顔面もう真っ赤血塗られました。流血戦になってまいりました。さあチャレンジャーのハーリーレースが思い切って、おっとヘッドバットを打ちました。フライングヘッドバット、リックフレアの額に思い切ってヘッドバット攻撃、こういう技はあまり日本のリング上では見せたことがありません。チャレンジャーのハーリーレース、
空中を飛びまして空中ヘッドバット、そしてにじり寄ってのヘッドバット、ヘッドバットを直撃いたしました。館内1万人以上のアトランタオムニのお客様、半分以上が黒人、非常に賑やかエキサイトしてまいりまして、場外でもどうやら両者のファンが喧嘩を追っ始めたようであります。おまわりさんがすっ飛んでいきました。非常に熱い雰囲気の中で行われておりますアトランタオムニのリング上、 NWA 世界ヘビー級のタイトルマッチ、チャレンジャーのハーリーレース、顔面真っ赤、王者リックフレア、金髪を振り乱しまして、いかにも貴公子といったような感じがあります。放送席の目前、左のパンチを返すチャレンジャーハーリーレース、パンチが顔面を捉えました。息を吹き返しましたチャレンジャーのハーリーレースであります。コーナーに追い詰めました。さあ何度も何度も執念深く王座に返り咲いたブレンバスター、バーディカルスープレックス、バーディカルスープレックス、ブレンバスター、ハーリーレースが打ちます。そしてセカンドロープ、セカンドロープに両足をくっつけてヘッドバット、ダイビングヘッドバット、これは効いたぞ。チャレンジャーチャンス、チャレンジャーチャンスを迎えました。アトランタオムニで果たして王座交代があるか、そのチャンスは十分にあります。顔面真っ赤のハーリーレース、頑張れ。再びカンサスの英雄ハーリーレースがカンサスのファンに世界のチャンピオンベルトを持って帰ることができるか。カナダのメモリアルホールでは超満員のお客様に必ずや必ずや世界のチャンピオンベルトを持って帰ると言いました。ハーリーレース、さあ起き上がってヘドバットを打ちます、ヘドバットを打ちます。そしてニードロップ、殺人コースに出てまいりました。ハーリーレースの殺人コース、ものすごい強烈な技であります。さあハーリーレースが起き上がりました。なんとしてもこの執念深いベルトへの、ベルトへの願望、これがハーリーレースを支えているんです。本当に素晴らしいレスラーです。本当に素晴らしいレスラー、過去6回世界のチャンピオンベルトを、NWA のチャンピオンベルトを胴に巻いたチャレンジャーのハーリーレース、押せ押せの試合展開であります。一旦はリックフレアがハーリーレースを場外に送り出したんではありますが、しかしハーリーレースがリックフレアを押せ押せで押しております。チャレンジャー有利になりました。返り血を浴びました金髪の王者リックフレア。さあ近いところでの距離、ものすごい流血、どうやらリックフレアの顔面も再三のヘッドバットで切れたようです。さあコーナーに追い詰めてリックフレアが思い切って溝打ちのあたりにパンチを見舞う。ハリーレースも頑張る、パンチで応戦、両者反則の拳打ち、おーいけない。チャレンジャーのハリーレースがレフリーのニック・パトリックに一撃を加えました。しかし試合続行です。 NWA の世界ヘビー級の選手権試合、ハリーレース対王者リックフレア、もちろんハリーレースはチャレンジャーです。7回目の世界王座の返り咲きなるでありましょうか。ハリーレース、さあ試合は続けられます。リックフレアが、おっと大きなスイング気味のパンチが今度はレフリーのニック・パトリックに当たってしまいました。空振りです。スイング気味の右のパンチがニック・パトリックに当たりまして、ニック・パトリックがヨレヨレでキャンバスに倒れそうになっております。さあレフリーはどうやら、いやしかし頑張ります。レフリーのニック・パトリックも頑張りました。両者再び場外、ものすごい NWA の世界ヘビー級の選手権試合になってまいりました。おびただしい世界チャンピオンリック・フレアの顔面、赤い鉄柱へ、そしておーっといけません、レフリーのニック・パトリックをも赤い鉄柱へ持っていこうとする、ちょっと血迷ったチャレンジャーのハーリーレース、あーいけません、ハーリーレース、おーサブレフリーのスクラッピーも、もう一人のレフリースクラッピーも飛んでまいりまして、間に入ります、仲裁に入りますが、果たして NWA の世界ヘビー級の選手権試合、公式の判定はどう出ますか。あっとこれはサブレフリーのスクラッピーにもヘッドバットを敢行しました。もう2人のレフリーが不在になりました。しかしヨレヨレで立ち上がりますニック・パトリックレフリー、両者ハーリーレースもリック・フレアもまだやり合っております。再びニック・パトリックが両選手の間、あーっと入りますが、青い鉄柱へ打ち付けます。今ゴングが要請されました。サブレフリーのスクラッピーもまた思い切ってリック・フレアが場外に飛ばします。レフリーが2人やられました。再びリングの中に入ってまいります。チャレンジャーのハーリーレース、王者リック・フレア、もう1万人以上のアトランタオムニのお客さんは総立ち、ものすごい興奮に包まれました。ジョージア州のプロレスの中心アトランタオムニ、1万人以上のお客様、ゴングの鐘の音、それからお客さんの声援、ものすごい雰囲気の中で NWA の世界ヘビー級の選手権
ゴングが打ち鳴らされておるんですが、容赦なくまだやり合っております。チャレンジャーのハリーレス、王者リックフレアの顔面、またしてもレフリーのニック・パトリックを捉えてエルボーを打ちます。もうレフリーの2人にももう容赦なくパンチを浴びせかけます。王者リックフレア、そしてチャレンジャーのハリーレースももちろんもう興奮して相手がわからないんでしょうか。レフリー2人に暴行を働きました。しかしサブレフリーのスクラッピーがやっと立ち上がって、また分けて入ろうとするんでしょう、分けて入ろうとしておりますが、ここでフロリダのジャック・ブリスコとジェリー・ブリスコ、それから日本の試合を終わりました。ワールドタッグトーナメントに出場した天竜も今リングの中に入ってまいりまして、両者を分けようとしております。両者を分けようとしておりますが、もう狂ったようにまだやり合おうとしております。リックフレアとハーリーレース、もうちょっとリングの中は、完全な麻痺状態になりました。しかしまたまた立ち上がってまいりました。レフリーのニック・パトリック、スクラッピーの2人、なかなかアメリカのレフリーも根性があります。再三世界チャンピオンのヘッドバットを受けているんですけれども、しかしまた立ち上がって2人のレフリー、島のシャツを着ました、島のシャツを着ましたのがニック・パトリックレフリー、黒いシャツを着たのがスクラッピー、この2人が、両選手を分けております。天竜も入ってまいりました。もうしっくり着替えておりますが、上半身は裸、ものすごい NWA の世界ヘビー級の選手権、これが本場のマットで行われております。ものすごい迫力ある NWA の世界ヘビー級の選手権です。リングの中央、再びバーディカルスープレックス、ブレンバスターチャレンジャーのハリーレースがリックフレアに完攻、強烈です、強烈。ハリーレースのブレンバスターは一級品、ものすごい落差がありました。とうとう王者リックフレアが外に出てしまいました。まだ正式な判定は告げられておりません。正式な判定はまだ出ておりません。今リングアナウンサーの ロン・アレンさんが左手にマイクロフォンを握っているんですけれども、まだ正式な判定は、何しろ2人のレフリーが、めちゃくちゃに打たれておりますので、なかなか見解が出ておりません。ちょっとお聞きください。場内に告げられます、場内に告げられますが、しかしロン・アレン、リングアナウンサーも両者血まみれのリングの中にこの吸い込まれるように、なかなかリングアナウンスをしてくれません。まだ試合が続きます、まだ試合が続きます。ハリーレースのヘッドバット、ハリーレースのヘッドバット受けて立ちます。王者リックフレアの顔面、おびただしい流血、ものすごい血の量です。天竜が後ろからチャレンジャーのハリーレースに羽交い締め、止めようとするんですけれども、まだまだ試合続行。レフリーのニック・パトリック、それからもう一人のサブレフリー、スクラッピー、この2人のレフリーもまた中に入ってまいりました。スクラッピーレフリーの手には黄金の世界チャンピオンベルトが手に入っておりますが、これをどうやらリック・フレアに一旦は渡そうという仕草を見せたんですけれども、リック・フレアもこれをいらないというふうにジェスチャーを見せました。まだ正式な判定、公式な判定は出ておりませんが、ゴングが要請されたのは11分57秒ぐらいの私の手元の時計なんですけれども、まだ正式なコールはなされておりません。今王者リックフレアにチャンピオンベルトが渡りました。王者リックフレアにチャンピオンベルトが渡りました。日本のファンの皆様、ちょっとリングの貴公子とは思えません。これが王者リックフレアです。おびただしい流血、目がランランとキラキラとすごい形相になりました。リングの貴公子リックフレア、第62代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンリックフレアの表情、リングの中にはチャレンジャーのハーリーレースがまだ仁王立ちで、リックフレアよ、カモンバック、カモンバックというふうに叫んでいます。またやり始めるんでしょうか。しかし間に張りますニック・パトリックレフリー、それから反対側のコーナーにはレフリーのスクラッピーもこの様子をじっと見ております。まだまだ試合は続けられるんでしょうか。もうリングサイドのお客様がリングサイドの鉄のゲージの外側に、7A やいと取り囲みました。もう総立ちでこの試合の行方を見守っておりますが、まだロン・アレン、リングアナウンサーの正式なコールがありませんので、一体何事が起こったのか、まだ明けに取られているところであります。それにしましても凄まじい試合でした。また王者リック・フレアがベルトを手にして真っ赤な顔で再びリングの中にやってきた。リングの中に王者リック・フレアがまたやってまいりました。ハリーレースにキック、パンチ、キック、パンチ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 、アゴのセンターにパンチ、ヘッドバット、チャレンジャーハリーレース、ヘッドバットで
はもう完全に真っ赤な血にまみれました。金髪とは言えません。赤毛のリックフレアであります。それほどおびただしい流血。リックフレアリング内両方の手を挙げます。ハーリーレースであります。しかしチャンピオンベルトをダッシュすることはできません。もうリップフレアは黄金のチャンピオンベルトをしっかりと腕に抱えまして、どうやら控え室の方に戻りました。しかし壮烈な NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチ、今回はリックフレアにとりまして72戦目の防衛でありましたけれども、しかし今後もハーリーレースは NWA のタイトル執念を燃やしまして追いかけることでありましょう。日本のファンの皆様、あるいは今年中にも、あるいはまた日本でも大変人気でありますザ・チャンピオン、ザ・レスリング、ハーリーレースが再び王座返り咲きも夢ではありません。今結果が出ました。11分57秒、リックフレアの反則勝ちが告げられました。リックフレアの反則勝ちが告げられまして、リックフレアが防衛に成功した試合でございました。